皆さんこんにちは、ビーレジェンドの小林です。今回はビーレジェンドジムの方にスペシャルゲストをお呼びしまして動画を撮っております。もう皆さんねお分かりかと思いますけども、伊吹チカラ選手にお越しいただきました。昨年の、オールジャパンメンズフィジーク選手権でマイナス176センチ以下級で、優勝をされまして、その後にオーバーオールで競いました、グランドチャンピオンシップスで各階級のね強豪が集う中6位入賞ということで、日本トップクラスのフィジーク選手に、お越しいただきまして、今日は肩のトレーニングをですね、お見せいただけるということで、伊吹選手の丸くてねこうぎっちりと詰まった肩を作るトレーニングの秘密をですねいろいろ教えていただければと思っておりますので、伊吹選手今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、はい、ちなみに今のストレッチとアップで、はい、意識していることとか、こういう動きはちゃんと入れるみたいなのがあったりしますか？意識していることは、最初に肩を回すときに、はい、なんていうんですかね、この時にリアを使っているとか、でここでチューブが関与しているなとか、でこの時にフロントが関与しているなっていうのをしっかりこう確認しながら、感じながら肩をいつもぐるぐる回してるのと、あとは今日こっちが調子悪いなとか、そういうのを確認できるので、トレーニングかつアップかつ確認みたいな感じでいつも回してます。で最初のそのサイドレーズはフォームチェックと、その時のこの今日のまずの最初の肩の張り感を確認するのに最初に必ずやってます。フロントやる時もこのアップ、リアだけの日もこのアップっていうのを毎回、週に4回ぐらい肩を回してます。今日の調子は？
今日はそうですね、肩オンリーなんで、まだ多分いい方だと思います。いつもなんか V やってから肩なんで。あ、はい、いけそうです。よし、そうですね。いや、でも去年の10月ぐらいからやっとつけ始めた感じです。やっぱりつけ始めてからこうなんか変わったなとかは感じたりしますか？そうですね、やっぱ、まあ、足とか特に前回よりも重たい重量で次の回数をやっぱ重量伸びますよね、その過去に負けないように。楽しいですよね。そうです、そうです、ね、と何の練習メニューをしたかっていうのとかなり役立ちますよ。よいしょ、よいしょ。今のがアップですか？はい、何回か。結構アップはいつも多めに16、大体適当ですけど16、22、24でメインぐらいになります。絶好調です。じゃあちょっとメイン入らせてもらっていいですか？はい。何発上がるの？ちょっと久しぶりなんで。読み上がりちょうどアップです。そうですね、可動域でやっぱストレッチと収縮と全力で
肩の関節は柔らかい方ですか？いや、多分硬いと思います、ね。あ、そうですか、はい。結構角度の急 でちゃんと下まで下ろせてるので、すごい柔らかいなと思って見てたんですよね。逆にこのショルダープレスしか僕は知らないんで。あ、なるほど。ストレッチになってるんですかね、多分。結構チューブばっか狙いますね、角度。これ以上倒しちゃうとインクラインになってしまうので、なるほど。とアーチを潰しますね、結構。アーチしちゃうと余計こうインクラインに入ってしまうので、全部とか大距離上部に入れちゃうから。そうです、はい。基本僕はもうチューブがフィジークではかなり大事だと思うので、フロントももちろん大事なんですけど、まあ、多少入ってしまう。ますけど、もちろんフロントもそのフォームをしっかり保てる範囲で狙うとやっぱりちょっと重さ控えめな、そうですね、はい、逆にその肩だけ、僕もその一緒にトレーニングしたりするときに肩だけの筋肉っていうのがどれだけそのビビたるものなのかっていうのをいつも確かめたりさせるんですけど、また普通の人だったら多分6キロ7キロとかでダンベルをこうこの速さでこう動かしてくれっていうんですけど、多分普通7キロとかやって普通の人は多分無理なんですよ。途中でこうなっちゃうとか肘が曲がっちゃうとかなっちゃうんで、僕らでも多分9キロ 10キロでこの速さだと途中からブルブルブルとなってくるんで、いかにその肩の筋肉っていうのが小さいかっていうのを理解した方がいいんじゃないかなと僕は。その肩の筋肉をしっかりアイソレートさせた上でしっかり肩に乗せて動かすと、はい、そうです。いかにその肩に全部のダンベルを乗せるか。だから手首も僕はこの結構このギリギリに乗せた方が手首の関節1個潰せるんで、直で肘にくるんで、大ければ多いほどやっぱ重りが分散しちゃうんで、そういうのとかもやっぱ気にしたりして日々やってますね。肩だけ。いや、絶対他の部位ももう最初はどうなるのやってると思いますけど、こだわりは、はい、そういう方です。時間はルーズなんですけど、仕事はきっちりしてるんですけど。しょ。よいしょ。久しぶり、いいっすね、ショルダープレス。アンプしてくると全然違いますね。やっぱフロントに結構入っちゃいますね。ちなみにリストラップとかはされないですか？そうですね、リストラップは右手首がいつもずっと怪我してたんですけど、はい、右ぐらいですね。ベンチの時とかつけるんですけど、こうですね、直でこう行かせるために。あんま手首の負担はかかってない感じはしますね。逆に最初パワーグリップつけたりして練習してましたね。このギリギリ乗せるためにこっちに落ちないように。なるほど、懐かしいです。エルボースリーブをつける目的は何かあったりしますか？エルボースリーブは三頭への関与をあれですね、減らすために。なるほど。肘は大丈夫なんですけど、
三頭パンパンになっちゃうので。結構入りやすいんですか。そうですね。三頭結構胸の時とかは終わってから三頭釣ったりとか。あ、そうなんですか。結構、まあ、プレス系が多いんですけど。はい。フィジカルトップ選手のトレーニングを見に初めてなんですけど、はい、僧帽筋もかなり発達してる。確かに。発達してる。僧帽筋めちゃくちゃ入っちゃうんですよ。全くやってないんですけど。やってないです、全く。いやでもフィジークの中で結構僧帽筋も大事になってくるって話を聞いて、そうですよね、最近なんか結構話題に、そうすごくやってはるんだなと思ってやってないです、僧帽筋ゼロなんですけど、かっこいいですね、やったらっていうのは見て思います。確かに僧帽筋なんでも入るんですか、こういう肩のプレス系が多分結構入っちゃうと思います。もうラッキーやと思ってますけどやっぱいいように捉えた方がなんか確かに何なんですか、ね、ありましたね、このこういうそれも似合いですから、ビビルダーで、はい、これ出すんですよ、ここ。あ、そうですね、肩甲骨そうです、そうですね、肩甲骨上に出して、うん、でもそれも結構肩甲骨の動きの練習になるんで、うん、こうね、縦に上げると僧帽が出るんですよね。あ、そうです。横に広げるとフィジークの今度このダブルバイっていうんですけど、おお、そうです、ありますもんね。肩甲骨の動き方を知るのにやっぱビルダーのポージングも大事だと思います。あ、なるほど。じゃあセットいきます。握り方はそうですね、親指をこう遠くに離すっていうんですかね、でこの手の付け根でしっかりまっすぐ受け止める感じですね。こうでもなくこうでもなくしっかり、なんで親指が少し遠めっていうんですかね、こういう感じですね。サンプレスグリップとサマーランドグリップの中間ぐらいのイメージ。ベンチプレスとか結構こういう持ち方多いです。あ、そうですね。縦握りになっちゃうとどうしても三頭かなり関与しちゃうんで、極力まっすぐ全部が肘真下につながるように握ってます、ね。じゃあ今の方はそのあんまり力入れないとかありますか。あ、そうですね。上げ切った時にちょっとグッて入れるぐらいですかね。肩の方を収縮させるのにちょっと握るぐらいですね。基本そんなに握りはしないです、まあ、普通に自然に乗せてこう持ったところから最後は切るときにグッとちょっと握り込んで収縮させる、そうです、収縮させるって感じです、まあ、バランス取ってるぐらいですね、グッと添えて、あとはコツとかで言った方がいいですかね、コツコツというか、僕は結構そのショルダープレスの時にその肩のチューブにしっかり乗せたいので、このアーチを潰して下ろしきった時に首を前にで手は後ろにしようとするんで、手は後ろで首が前に行くとちょっとチューブがこう上を向くというか、はい、くるってここが返るので、それで、でバックプレス気味に後ろ目でちょっと上げます。ここよりもここの方がもちろん収縮はするんで、その収縮意識に結局後ろ目でここで収縮させる、
で肘は伸ばしきらずに収縮させるイメージですね。伸ばしきっちゃうとどうしても関節に乗っちゃうので重さがしっかりしっかり伝わらないんで、伸ばしきる前に肩をしっかり全力で収縮させきる。でまっすぐそのまま後ろに下ろして首を前に、で手を後ろにしっかり、でしっかりこうチューブに効かせるという感覚ですね。足の幅とかこう開き具合どうやって決めてますか？足は結構基本閉じて、で僕はこのアーチをどうしても潰しに行きたいんで、こう後ろに蹴ってますね。なるほど。座ってで後ろに蹴る、まあ、蹴りすぎたら椅子が動いちゃうんですけど、ような感じですね。どうしてもそうそう蹴られちゃうとなんかですね、骨盤が前傾しやすくなる。そうです、はい、アーチができちゃう。はい、できちゃうんで足を前に揃えて後ろに蹴って、でしっかり上げ切ったところで肩を落として、で首前にしてスタートって感じですね。そんなもんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対ただ見てるだけじゃ分かんない。解説してじゃない。実際に初心者の方とかって、はい、今 YouTube でいろんな方がやってるトレーニングを見て、まあ、見よう見まねでやると思うんですけど、はい、ただ見て分かる部分だけだとやっぱり不十分なことが非常に多いじゃないですか。多いです。こうやってこう伊吹さんに解説していただいているような、こう見ただけじゃ分かんないようなところをしっかり理解しないと、やっぱりなかなか最大限の成果そうですね上げられないので、やっぱりそういうところを解説していただけるのは本当にありがたいです。そうですね。だからつま先から指先までやっぱ全部細かい、まあ、トップの選手は特に多分言わないだけで全部決まってると思うので、多分その小さな、そのなんていうんですか、こだわりが多分大きな差になっていくのかなって僕は改めて感じました。ありがとうございます。ありがとうございます。では次に行きましょう。次は僕はワンハンドのサイドレーズ。あ、なるほど。